アンドロス島は、エーゲ海のキクラデス諸島最北端に位置するギリシャ共和国の島。キクラデス諸島で2番目に大きな島で、人口は約1万人。キクラデス諸島最北端に位置し、北東約1 0キロメートルにエビア島がある。また、南方 2km にティノス島が浮かぶ。キクラデス諸島では、ナクソス島に次いで2番目に大きな島である。北西、南東に細長く、 長さは約4 0トル幅は最も広いところで1 6トルある。面積のほとんどを産地が占めている。アピキアにあるさ、リザの泉で知られている。人口700人以上の集落には以下がある。島最大の集落であるアンドロスは、島の東岸中部の入り江に面している。島の玄関となる港は、西岸北部のガブリオに所在する。バチは、 ガブリオの南の海辺に位置する集落である。南部の中心集落、オルモスコルティは東岸に位置する。中部西岸のパレオオポリは急斜面には築かれた古代の島の中心地で港の防波堤の遺跡を水面下に見ることができる。古代、この島にはイオニア人が入植した。彼らにはトラキア人の血も入っていたと考えられる。当初はエレトリアに従属していたが、 紀元前7世紀までには、春季的に、いくつかの植民史を築くほど栄えた。西海岸のパレオポリは、当時の島の中心地で、ディオニュソスを祭る寺院を有していた。紀元前480年のペルシャ戦争では、ペルシャ側につき、クセルクセスに感染を提供するが、このためにアンドロス島は、ギリシャの艦隊によって悩まされることとなった。 デロス同盟に加盟する者の,のアテナイへの不満を持ち続け、紀元前477年には島にクレルキーの設立を強いられた。紀元前411年にアンドロス島は自由を宣言し、紀元前408年にはアテナイによる攻撃を耐え抜いたが、第二デロス同盟に加盟し、アテナイの中流軍と失政官による支配を再び受けることとなった。ヘレニズム期アンドロス島は、 英ゲ界の覇権を争う二つの海洋国家、マケドニア王国とプトレマイオス朝、エジプトによる抗争の舞台となった。紀元前333年、マケドニアのアンティパトロスは島に中東軍を送り込んだが、紀元前308年にエジプトのプトレマイオス一世がマケドニア軍を駆逐している。クレモニデス戦争後、島は再びマケドニアの手に渡った。紀元前二百年、 ローマ共和国、ペルガモン王国、ロドスト連合艦隊によって、島は占領され、以後期限前133年の消滅まで、ペルガモン王国の領土であった。1207年から1566年まで、島は、ベネツィア共和国の保護下に置かれ、軍統公国の一部となった。その後、オスマン帝国の統治下に置かれた。1821年5月10日、 アンドロス島出身のテオフィロスカイリスは、この島の境界にギリシャの旗を掲げ、ギリシャ独立戦争を宣言した。この時にカイリスが行った演説は、ギリシャ人の選手や商人たちを動かし、ギリシア海軍を築くために資金を提供させた。1900年の統計では、島全体で1万8000人が暮らしており、中心集落であるアンドロスは、約2000人の人口を要していた。 この島には小規模なアルバニテス人のコミュニティがある。アンドロス県はカリクラティス改革に伴い広域自治体であった旧キクラデス県の県域を分割して設置された行政区である。アンドロス県はアンドロス市一市のみからなる。アンドロス市は南エーゲ地方アンドロス県に属する基礎自治体である。アンドロス島全体をその地域とする。現在のアンドロス市は カリクラティス改革に伴い、旧アンドロス市とコルティオ市、イドルサ市の3自治体が合併して発足した。旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。下表の旧自治体名欄は無印がディモス、印がキノテタの名を示す。カリクラティス改革以前の旧アンドロス市にあたる。 アンドロス地区は以下の木のタから構成される。表中のデルタ。デルタはデルタイタミュータウイオタカッパ。デルタイオタアルファミューロウイオタシグマミューアルファの逆であり、カポニストリアス改革による東海合以前の旧自治体に由来する区画である。内は人口を示す。島の主要な港は西岸北部のガブリオにある。ありがとうございます。